のアーセナル、101億円でドウグラス・ルイス強奪へ。英紙デイリーミラーによると、アーセナルが中盤の補強の1番手にアストンビラ所属のドウグラス・ルイスを指名したという。アストンビラはプレミアリーグのファイナンシャルフェアプレイに当たる PS ルールに抵触しないために、ルイスの売却が不可欠な状況となっている。パーティオルのか。ドウグラス・ルイスってポジション的にトーマスの代わりなんかな？キマランイスよりはいいけど希望はオナナ。柔らかさがない。絶対に誰かの売却による金が必要なんだから足元見れると思う。キマラインスとどっちが上かとかは知らんけど、半額で獲得できるならあり。でも獲得決まればトーマスは放出なんだろうな。寂しい限りだ。キマラインスよりお得だし実力はみ劣りしない。追っかけていた選手だし、なんとかまとめてほしい。テコ入れ必須のポジションだし。ルイス取ったらスミスローが出ていっちゃうね。だったらフリーのキミッキの方がいい。長い目で見たらオナナ。キマラミスの方が間違いなく上だけど、ドウグラス・ルイスも十分スタメン級の計算は立つね。選手層考えるとルイス取ってトーマス残って、ようやく引きに近づくって感じがする。アーセナルハブリがいいな。来季こそ優勝できたらいいが、